私はライトを当てて、上も当てて、カーテンも開けてます。いっぱい光浴びてますということで、皆さんなんか新鮮すぎてちょっとね、なんか違和感しかないんだけど、もう違和感ね。え、だって、え、皆さんなんか結構この時間にやりますって配信を昨日ねお知らせして、それでメールの返信を読んだらさ、ちょっとお友達と遊ぶ約束してるだとか、そう、あのお仕事がねもともと入っててっていう方もいらっしゃって、そう来れないかなって思ってたんですけど、皆さんありがとうございます。え、大丈夫大丈夫、え、無理してない、ごめんなさい、なんか私が15時、日お昼から公演してしまう、公演じゃないもうボロボロだめちゃくちゃボロボロ、お昼からショールーム配信するっつって、大丈夫ですか、大丈夫ですかね。あ、家にいる、ほんと、あ、バーベキューしながら見てる、うらやましい、ステイホームな、 ありがとうございます。え、でもお仕事、あ、そっか、お仕事あれかな、お盆休みの最終日でお休みかな、ありがとうございます。こんにちは、家にいるよ、ありがとうございます。お昼寝はしなくていいの、お昼寝はね、さっきなんて言えばいい、朝8時に起きたんだけど、パッて目が覚めたの、あの目覚ましが鳴る前に、その後に、あ、それで暑くて起きたんだけど、暑くて起きて、でエアコンつけてそのまま寝ちゃって家で野球見てる、ありがとうございます。暑いから家にいる、そうだよね、なんか結構危険な暑さだからね、なるべくお家の時間、なんか暑い時間お家にいてくださいみたいなあれだよね。夜の女には不慣れなのか、わかる、え、めちゃくちゃ不慣れ、もう少ししたら出かける予定、それまでの間はありがとうございます、ありがとうございます。前髪はね切ってないんだけど、前髪切りたいなと思ってるんだけど、なんか最初さ、私の配信の時って最初ここ前髪があるんだけど、いつまでかだんだんこっちに流れちゃうんだよねそうだから今日はちょっと前髪いじらないようにします。はい、もう少ししたら、あ、待って、あ、流れちゃった、ごめんね。そう、分け目がね、そう、分け目がね、そうこうなんかね、そうできちゃう、私が多分いじっちゃうからなんだけど、そう、珍しいお昼配信なんですよ。こんにちは、ありがとうございます、こんにちは。夜行性なので、だよね、そう、私も夜行性の方なんだけど、夜行性なんだけどすごいみんなが来てくれてびっくり、え、なんか想像だと全然来ないのかなって思ってて、なんか全然どうしようと思ったんだけど、でも来てくださって嬉しい、ありがとうございます。え、ありがとう、嬉しい、大丈夫、こういう日休みなの、運いい、ありがとう、嬉しい、なんとかお昼寝せず見れて、本当大丈夫、なんか寝たかったらごめんなさい、寝てくださいね、申し訳ない、なんかね、そのお仕事、夜お仕事のある方とかもね、そう無理して見させてしまったら申し訳ないなと思って、ありがとうございます、ありがとうございます。昼、あ、日曜の昼間だから、本当本当ね、昼下がりの姉さん好きです、ありがとうございますありがとうございます。あ、生きがいですか生きがいですから、ありがとうございます、嬉しい。あ、サーヤからの流れが最高、なんかさっきもコメントあったよね、そのサーヤからの流れが最高ってさっきも私もサーヤの配信見てたんですけどねこっそりと見てました。はい、終わってからお昼寝します、本当大丈夫で1時間耐えられる耐えられる、大丈夫ですか、心なしか明るい、そうなのよ、全部ね、全部光ってる上も横も全部光っております。はい、そういうことで、日課ですから、ありがとうございます、嬉しい。そうだよね、確かにこれがさ、いつもより明るいよね、なんかこれ黄色なんだけどクリーム色っぽい、なんか本当神々しいありがとうございます、え、輝いてる、嬉しい、ありがとうございます。そう、夜のショールーム女王が昼間とか珍しいですね、夜のショールーム待って、あ、夜の配信女王か、あ、夜の配信女王なの私、ちょっと待って、これを逃すと明日の試合ごとに支障が出るありがとうございます、前々考えてる、ありがとうございます、嬉しい。今日なんか何しようかなと思ったんだけど、そう、なんかそう、昨日の夜もいろいろ考えてて、私って何なんだろうって、なんか待って急に病んでる
私にできることって何なんだろうって考えてたね。なんか昨日のさ、ショール昨日のあの配信でなんかなんだろう、そうなんかそうショールームどうやって行こうかなみたいな感じで考えて、それすごいいきなり病んでるよね。いきなりテンションなんかねテンション高く始まったと思ったらいきなり闇言葉でびっくりだよね。私もびっくりしてる。でね、そういろいろ考えてて、いやでも私にできることってやっぱ皆さんのコメントを読むことかなと思って、なのでコメントを読みますはい、あ本当夜見れなかったから嬉しい、ありがとうございます。嬉しいって言葉が嬉しいです。そうこれでいいかなと思って、なんか自分にそう何がいいかなと思って、そういっぱいいろいろ考えていきなりやってるみたいな、ごめんね。いろいろ考えられるのもゆまりちゃんのいいことで、いいところで本当に。なんかでもやっぱさ、こう会話してる気分になるじゃない、伝わりますか。コメント大会、そうコメント大会なんだけど、あ今日はお昼のはあれなんだっけ、おろし大根なんかぶっかけみたいなやつがあるんですけど、それをかけてうどんに食べました。うどんにかけて食べました昼配信でも関係なく、そう最初から、そうわかる。私もね、やっぱこれ飛ばしていこうかなっていうところかな。うん。そうなんかいろいろ考えたけど、自分のスタイルこれかなって思ったので、私はこれでやっていきます。星のようにやってくれればいいよ。星のように。美味しそう。あ、美味しそう。めちゃめちゃ美味しかったです。美味しかったです。はい、トウモロコシじゃないのもいいね。ありがとうございます。今日はトウモロコシじゃないです。反応してくれるから好き。嘘、ありがとう。じゃあ今も好きになってくれるかな。これショール、トーク機欄にショールームのコメント読み書いていいかな。これ書いていい。にゃんこみんな元気、元気です、元気です、元気です。ってコメント読まれると会社で自慢できる。ちょっとやっていい。いやー、そういやコメント、ショールームのコメント、西ヶ瀬さんに読まれたんすよねって言ってくれるってことってこと。じゃあ逆に読まれないようにするっていうコメント読んじゃうんだよね。まりちゃん綺麗、ありがとうございます。全然そんなことないんですけど、ありがとうございます。毎日シャーベットキンピン、あ、シャーベット待って、ピンクどこ行ったピンクどこ行った。シャーベット聞いてる、略し方ピンクどこ行った。ありがとうございます。毎日聞いてて、はい、絶対職場で言えない。嘘、絶対言えない。めっちゃ隠してる職場で。うん。ピンク消えちゃった。今日はどんな T シャツ。今日はこちらです。髪の毛全部見えなかった。ようこくらまです。はい、ありがとうございます。聞かれたと言えない。嘘、聞かれた。何読んでもらえると嬉しいよね。ありがとうございます。嬉しいね。ありがとう。配信してくれることが一番大事ですので、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。職場知り合いあ、ありがとうございます。嬉しい。オタ隠してる。嘘、本当に隠してる。もうバレてる気しかしない。いやもう待って、コメント読まれたら嘘。寝れちゃうの。読まないでよこう寝ちゃうんだって。寝ちゃうなら読まれなくても気にしない。ありがとう。でも本当に皆さんのコメントがありきで本当に私はできてるので、はい、ありがとうございます。オタの友達も喜んでます。ありがとうございます。むしろオタの話しかしてない。何何、どういうこと、どういうこと。あ、なるほど、職場でってことね。私のじゃない、私の話じゃない、勝手に私の話してくれちゃった。あれか、あのその会社で NGT の話をしてくれてるってことね。ありがとうございます。サインが嫁さんに見つかりました。ピルごめんって。嘘、あ、見つかっちゃったんだ。怒られない、大丈夫。CD を、あ、職場で CD 配ってます。ありがとうございます。嬉しい。ニタニタが止まらないニタニタなんだね、ニタニタなんだね。ありがとうございます。ありがとう。あ、修羅場になっちゃう。本当、ありがとう。修羅場の予感。嘘、それ話したらあれ修羅場、あ、違う、あれか、あの今奥さんに見つかったってやつね。ごめんね、このタイムラグで合ってるがあるから。そう
そうだよね、修羅場になっちゃうよね。大丈夫かな。ひた隠してる、ひた隠してるってこと、どういうこと、ひた、ひた、額にじゃなくてひた隠してる、あ、めっちゃ隠してるってこと。オンラインおしゃべり会が待ちきれないです、待っててね待っててね。前売り券は買ったかな、まだね買ってないの。そう、欲しいなと思ってる、あの鬼滅のね。そうやりたいです。俺は嫁に自慢してるけどなありがとうございます。泣きそうです泣いてないでしょ絶対。あのね、泣きそうは泣いてない泣きそうは泣いてないよ。あ、職場には秘密なの。あ、そっか、言えない、言えないか。まりちゃん2ヶ月後お誕生日だね。そうなの、これがね、もうあと2ヶ月でもう25になるんです。自慢するよね大丈夫大丈夫大丈夫です行きつけのお店に、 ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございますね。20代後半になっちゃうのよね、本当にあっという間にね。でもアラサーなのかなって私思ったの、25ってアラサーなのかなと思ったんだけど、アラサーじゃないのかな。アラサーって、アラサーの基準がねだんだん分かんなくなっちゃったんだけど、そう、いつから。25素敵やん、ありがとうございます。あっという間の1年ね、あっという間に過ぎちゃう。本当に今年はね、お家にいる時間が長かったからね。いつから、52歳ではないな、逆だな。アラサーは25からやっぱりかな。アラサー28、27、28くらいっていうコメントもありますね。アラサー大好き、嘘でしょね、絶対嘘だよね、本当に嘘。20代早いね、あっという間だよね。でもそう、なんか広い意味で、そうだね、広い意味で見れば確かにアラサーなのかもしれないね。いやー、本当になんか28、28のイメージっていう方もいらっしゃれば、もう25からだよって方もいらっしゃってね。え、方ねって昭和生まれじゃないの。でもね、私昭和の歌好きなんですよね、はい本当に。いやー、ねえ、そう、まだまだひよっこ、本当にありがとうございます、そう言ってくださって。なんかね、そう、なんだろうな、なんて言うんだろうなんて言えばいいんだろう、まあ、気持ち次第、気持ち次第、頑張りますということで。そう、あと2ヶ月でお誕生日、あっという間ですね、本当にね。アラサーネタができるからいいやんちょっと待って、全部ネタに持っていく。まあでも自虐はね、自分にしかできないことですからね。そうだよね、一番自虐ってさ、なんか誰のこともさ傷つけずに笑いを取れるじゃない。なんか何言ってんだって話なんだけど、でもそうだよねだからね、そう、なんか、うん、生きていきますわ生きていきますね、はい。来週、あ、生誕ティーの役、嘘、あ、そんな早いの。え、待って、2ヶ月前からだっけ。2ヶ月前から、2ヶ月前からってことかな。え、だ、え、ってこと、あ、つみれさんだそうです、ありがとうございます。え、ね、あっという間に、よかったら今年もね、生誕ティーは、今年は本当、あの、シンプル、シンプルに、去年もシンプルだったって、シンプルだったんですけど、シンプルプラス、あの、思いが詰まってる T シャツになってますので、よかったらぜひチェックしてみてください、はいはい、お願いします。早いね、ね、あっという間だよね、あっという間ですよね。何が何でも手に入れなければすごい、私気持ち、今気持ち込めて読んだよ、今みんなの気持ちをすごい、すごいドス、ドスの聞いた声が出たね、うん、シンプルに、シンプルになった、シンプルに、シンプルになったけど、あの、ドーンってなってますね、はい、なってますので、よかったらぜひぜひしてみてください、はい去年は、出張先の鹿児島、あ、そうなのね、ありがとうございます。予約制になったから、あ、確かにね、そうですね、そうですね、今年も全部買う、ありがとう、ありがとうございます確かにそうだ、予約だから大丈夫かな、大丈夫。色も、色か、色は着づらいです着づらい色を選んじゃった、そう、欲しい人全員にお願いして、あ、そうですね、ゲットお願いします、ありがとうございます。そう、ちょっと着づらい色にしちゃったんだけど、
そう、何色の T シャツちょっと楽しみにしてて、うん、マフラーな感じ、マフラーのはマフラーもすごいマフラーもすごい、マフラーはちょっとちょっと待って、マフラーはあのあれになってます、なんて言うんだろうマフラーもすごいいい感じになっております、はいなのであの堂々と着て堂々と身につけていただけたら嬉しいです、はいはい、全然おじさんには無理か、そんなことないです、お兄様方も着れると思うんで、はい、なので結局どっちもすごいのね、そうですねそうですね、はい、なので着てみてください、まさかの西型 T シャツ、いやあの幼稚園の体操着に書いてあった西型ではないですドーンってねひらがなで書いてたやつではないですね、はい、お願いします、ぜひぜひね、本当に今年はねこう着る機会がねそう欲しいっていうコメントもあって、そうね、だからお家で着ていただけたらいいなと思いますし、あとは寝る前、寝るパジャマとかにしていただけたらいいなって思います、仕事中でも着れるかな、でも隠してない方だったら着れると思いますあ、そうだ、 おしゃべり会、そうだおしゃべり会だ、おしゃべり会ぜひおしゃべり会でお願いします、すいません、おしゃべり会のことあれだった、もうよかったらお願いします、はい、そこでぜひぜひお願いします、大事なのでパジャマにはできない、本当に本当に全然、もしあのよかったらパジャマでもあの365日着ていただけたら嬉しいです、お仕事中着てくれてる、ありがとうございます、え、作業着の色に合うかな、ちょっとやばい難しいかもしれないちょっと待って難しいかもしれない、ね、あ、おしゃべり会までには届くかな、あ、確かに、いや確かに届くかな、届いてほしいなっていう願望があります、多分届くと思うけどな、去年の秋やつか、そうだよね、白だったから、そうちょっと色は着づらいですね、すいません、ここになっちゃった、もったいなくて握手の時しか着れない、じゃあぜひオンラインおしゃべり会でお願いします、初めて買ったつもりけど大学に行って行けそうなら着て、ちょっと待って、大学すごい声大きくなっちゃった、大学は大学勇気があれば何でもできるって感じです大学生いたね、大学生いましたね、去年、そう去年のはそうシンプルだから、そう私服とね、あのジーパンにもあの白い T シャツって感じだったんですけど、今回はちょっと注目を浴びてしまうかもしれないですね、はいはい、あ、マラソンで来て、ありがとうございます、嬉しい、なんか勇気がちょっと大学には勇気が必要かもしれない、はい、ということでぜひぜひあの来てみてください、一番後ろの席なら、あー確かに一番後ろの席なら大丈夫かもね、うん、そうですね、ぜひちょっと勇気がなんていうんだろう、現場とかなら全然大丈夫だと思うんですよ、現場とかならね全然大丈夫だと思うんですけど、大学っていう感じです、すいません、そうなんだよね、背中にね、そう背中にそう番号が入ってるから、ちなみになぜその色にした、なぜかというと、なんかね、やっぱ一応そのあでもかぶっちゃってるんですけど、色はあのかぶってるのもあるんだけど、今までにそのしたことない色にしたいなと思ってこの色にしましたね、はい、面白い人って思われるかも、あ確かにあの人気者にはなれるかもしれないです怖い、クサ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 が入ってる勇気の、ちょっと勇気の色いるかもしれないですね、はい、なのでぜひぜひ着てみてください、はい一目で、あ一目で分かるかな、どうだろう、分かるかもしれない、結構、まあ、目立つかなって思います、はい、なので楽しみにしてみてください、今から楽しみになってきた、楽しみ楽しみ、あよかったです、まさかの色かな、派手色、うん、派手といえば派手です、派手といえば派手でございます、はい、ということでちょっと楽しみにしててください、ちょっと私の今の色の発言でちょっとあれかな、ちょっとあれかな、感づいちゃったかな、ちょっと感づいちゃってるけどあれかな、あんまり出てないかな、今のコメント欄で出てるやつではあんまり出てないかな、ちなみにこれではないですね、この色ではないですね、はい、ということで
今年は着る機会が少なそうかもしれないんですけど、よかったらゲットしてみてください。すいません。あ、なんかね、そう、ちょっとね、ちょっとね、違うんですよ。いっぱい、あのね、種類があって、はい、楽しみにして。すごい、なんかみんなごめんね、みんな想像つかしちゃった。すごい、めっちゃいろいろ、色がめちゃめちゃ流れてる。ありがとうございます。楽しみにしててね。まあ、色は何でも買うよ。ありがとうございます。嬉しい。あ、透明か。透明か。うん。すごい色だな。はい、なのでぜひぜひ楽しみに待ってます。楽しみに待っててきてください。はい、ありがとうございます。普段皆さん、ちょっと話変わっちゃうんですけど、この時間帯って何してます？茶色でしょ？茶色ではないな。肌色でもないな。はい、ガタネって透明好きだよね。ちょっと待って、透明好きって何？何、ちょっと待って、透明好きって何？なんかスケスケみたいな感じになってるよね、私が。スケスケ好きみたいな、ちょっとなんかちょっと誤解招くな、それは。お昼寝ですか、この時間帯は。寝てるか仕事してるか、ね、昼寝か、お買い物か、お酒飲んでるか。あー、お昼寝かな、みんな。この時間帯だとゆっくりしてる、ゴロゴロ。おー、昼寝。なるほど。お買い物、あ、車、うーん、あ、寝てる。あ、お買い物、お洗濯。あ、やっぱお昼寝方が多いのかな。大丈夫かな。なんかさ、私本当にそう、皆さんのお昼寝の時間帯に、あ、本当はお出かけの予定大丈夫？ごめんなさい、私が予定崩しちゃったかな。お買い物かお昼寝かな。本当、おやつ食べながら野球見てるんですね。なるほど。あ、お嫁さん、あ、嫁様と一緒にお買い物してらっしゃるんですね。あ、涼しければランニング、お昼、あー、家に起き上がって時間がないくらいゴロゴロ、あ、寝てるってこと、ゴロゴロしてることね。ありがとうございます。すいません、なんかお昼寝のお時間を奪ってしまって、ありがとうございます。とりあえず歩いてる。歩きながら気をつけてね、電柱にぶつかんないようにね。大丈夫かな。ありがとうございます。あ、お掃除ね。あ、ありがとうございます。家にいますか。ありがとうございます。おやつ食べてる、お酒飲んでる。なるほど、よかったです。ありがとうございます。そっか、やっぱお昼からお酒飲んでる方だったり、お昼寝をしてる方だったりがあれかな、いらっしゃるのかな。ありがとうございます。そうだよね、みんなはやっぱ珍しいよね。私の、え、普段の時間帯じゃ、初めて見に来たよって方いらっしゃる？絶対あれかな、今見初めて見に来たよって方っていうと誰だよね。あの、初めてっていうのないよね。おやすみなさい。またおやすみなさい。ちょっと待って。違うよね。あの、いつも見えちゃうので、絶対またいつも見てくださる方が、はーいっていうならわかるんだけど。え、ちょっと待って、待って。すごい。ごめん。私が誤解招いた。待って。とりあえず、ちょっと嘘。ちょっと待って。ちょっと待って。みんな、ほう。ちょっと待って。大体私見たことある方ばっかりですよ。いつも。え、あれだよね。あ、そうだよね、久しぶりに見に来てこれたとか方は、そうだよね、はい。あ、ね、ありがとうございます。時間なくね、見に来てくださる方もいらっしゃって、この時間帯は初めて、あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。初めて。なるほど、気持ちは初対面、ありがとうございます。初めてなら初見になる。あ、確かに、あ、本当だ、初見ですって。あ、本当だ、あ、本当だ、ビギナーっていうこの初心者マークがついてる。初見ですが、汗、絶対嘘。今日で200回目、本当？あ、見に来てってこと？が、ほんと、え、この、え、毎回数えてるってこと？ありがとうございます。確かに全然初見のマークが、あの、一人二人しか見えなかったから、はい。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。嬉しい。はじめまして、絶対嘘だよね。初心を忘れないようにして見てるので、初見です。ありがとうございます。あ、ね、作り直しただけ、あ、わざわざごめんなさい。ありがとうございます。あ、いつもね、見に来てくださってありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと飲みますね、お茶。ありがとうございます。常連さんが来てくださってるってことですね。嬉しいです。ありがとうございます。まあ、初見、今日は何配信して、今日はコメントを読んでます。コメントを読んでます。あ、これテロップに書けばよかったね。
なんか途中から来てくださった方とかさ、あれだよね、コメント読んでます、びっくりポンね、だよね、何回目かわからないです。そうなんだよね、私も何回配信してるのかもわかんないんだけど、西月さんのショールームだけでレベル上がって、あ、みんなもレベル上がってるんだ。私もなんかさ、レベルの逃げ上がってない？上がってるよね、上がってるよね、ね、だよね、だよね、なんかさ、そう上がってるから、なんか地道に、そうありがとうございます。いや、あ、1000レベル超えた、それすごくない？1000、私が、私が1000ってこと、私が1000、すごくない、え、すごいね、すごいね、昼間にマリちゃん見れてるし、ありがとうございますね。1050、すごくない、なんか強くない？あ、今来ました、ありがとうございます。あ、星投げてあげてる、ありがとうございます。え、強いよね強いね、私無敵、無敵じゃないけど、もっと多分ね、上には上の方がいらっしゃると思うんだけど、え、すごくない？ 4 桁、4桁になっちゃった、お、強いね、びっくりね、すごい、びっくり、あっという間に、あ、フォロー、あ、フォロー、あ、フォロー、あ、すごい、フォロー、あ、フォローはって言っちゃったフォロー、フォローもね、そっか、すごいね、ありがとうございます。フォローよかったらぜひ、フォローすると通知が来るんだよね、え、通知が来るんだよね。すごい、戦闘力1050、すごくない、強くない、私、え、かな、来るんだよね、来るんだよね、あ、よかった。あ、え、配信500回も超えてるの、え、すごい、え、すごい、ありがとうございます。あ、配信来る、ありがとうございます。よかったら、あの、まだしてない方いらっしゃいましたら、よかったら、あの、通知していただけると、私の、はい、あの、いつもね、その予告なんか、あの、次のショールームはって感じで、あの、この最後のショールームの最後の終わりで、あの、ショールームの告知はしてるんですけど、次のねやつはしてるけど、よかったらぜひぜひぜひしてみてください。545、すごい、ありがとうございます。そろそろ柱になれる柱になれるかな、柱になれるかな、ありがとうございます。レビュー系のランキングの買いところで買い、あ、そうなのね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。でもいっぱいね、見に来てくださって、こうしてね、コメントしてくださって、本当に本当にありがとうございます。あ、リカちゃん、あー、待って、上には上がいた。リカちゃんは2508、強かった強かった第1回覚えてる？第1回、え、覚えてない、なんかもう第1回の記憶がないんだけど、あれは覚えてる、あのね、携帯水没させて、あの、なんか水没させてやってたのは覚えてます。はい、覚えてますね。そうだね、ピメ強かった、お、強いですね。そう、水没して、そうしてたの覚えてますね。あと何してたかな、いっぱい、でもいろんなショールームして、なんかいつから始まったんだろうね、ショールームって、いつから、はい、で、1ぐらいで始まったから、1年ぐらい、加入して1年1212ぐらい、2016だ、2016ってことは、4年前ってことは、1年入って1年ぐらいってことか、なるほど、4年前に始まって、すごいですね、ありがとうございます。でもショールームをきっかけで、その来てくださる方とか、私のことをね、あの、知ってくださった方とかもいらっしゃって、本当にこのショールームっていうルームにはとてもとても感謝しています。本当にありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとうございます。最初は総選挙期間、あー、そうだ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 ね、そうですね、そうだよね、あ、ショールームきっかけ、ショールームきっかけ、ショールームきっかけだよ、ショールーム、顔に落書きするこのイメージしてましたね、そう、懐かしい、そうだそうだ、あ、確かにそうだよね、最初はそう、なんかショールームっていうのはなんか期間限定でしたもんね、確かにそうだよね、ショールームなかったらここまで好きにならなかったかも嬉しい、ありがとうございます。
久しぶりに見てたけどこんな美人だったっけ、ありがとうございます。でもそんなことないですありがとう。好きになってない、なんかちょっと待って、なんか勝手に振られてない私、ちょっと待ってちょっと待って、ショールームを好き、ちょっと待って、ちょっと待って、その言葉もう一回返すね。きっかけなんだけど、ショールームなかったらこんな好きになってなかったかも、ショールームなかったら好きになってなかったかもって、なんか勝手に振られてない私待ってめっちゃ勝手に振られてるんだけど心が痛いなちょっと待って、めちゃくちゃ複雑なんだけど、え、勝手に振られたんだけどこれちょっと待って、え、いいの、待って落ち着けない、ちょっと待って、勝手に心傷ついてるあ、こんなにってことか、あ、ありがとう、こんなにってことね、オッケーオッケー、ありがとうございますびっくりよ、びっくりびっくりびっくりした今あ、握手会くらいショールームが先、ショールームの沼で始めました、嘘、まあ本当に、ありがとう、まあまあやだ嬉しいね、センチメンタルトレイン聞きたくなったねねえびっくり、ありがとうございます。好きなのは変わらない本当に、じゃあどういう風に巡り合っても好きになってくれた、例えばあの漫画であるさ、あのなんていうの、私がパン加えてさ、皆さんがさあの角から出てきてさ、ぶつかっても好きになってくれたその出会いでも好きになってくれましたか、私のことそれはか嘘ねひどい、シカとかだってひどい、あ、ショールームを見始めて、あ、握手会に来てくださったんですね、嬉しい、ありがとう、あ、それは好きじゃない、あ、運命、ありがとうございます、嘘、こんなに、あ、待って、あ、流れちゃった、さあその後の再会がなかった、あそっか、あ、じゃあまたぶつかるっていうのはまた角でぶつかるっていうのあ、ドラッタの時から見てくれた、ありがとうございます、嬉しい、ショールームで偶然見て好きになった、嬉しい、やっぱじゃあショールームきっかけの方が結構多いのかな、私が思ってる以上にもしかしたら多いのかな、何でもときめく、本当に嬉しいもうわざとかそこまで行っちゃうともうわざとになっちゃうから、こんなに好きになっちゃっていいの、あ、好きになっちゃってください、あ、歌ですよね、歌ありがとうございます、生まれた時から好きですよ、嘘、本当にマリナちゃんは CG だと思う、ちょっと待って、いるよ、ちゃんと存在するよ、ちゃんと存在しますよ、はい、ちゃんと存在しますよ、なので今はね握手会ができない状態だけど、でも握手会ぜひ来てみてください、お待ちしておりますね、はい、お待ちしておりますね、はい、ショールームからの握手行くっていうのが多いか、あー確かに今そうかなね、ありがとうございます、なんかそのね好きになってくださって嬉しいです、ありがとうございます。グラビアからのショールームあります、グラビアから好きになっていただいたこと、ちょっと待って、私がグラビアから好きになっていただいたこと、ねないかなちょっとなかったかな、それはなかったかな、はいなんか今までの報告は受けたことはなかったかな、なんかなんだろう、そのグラビアで好きになりましたっていうのは、はい、ごめんなさい、正直ではい、そうだね、ないなかったね、はい、ないんかいって言いたいけどないかな、ね、ちょっとね、はい、すみませんでもやっぱきっかけとしてはそうですね、ショールームが多かったかなって思いますかね、はいはい、秘宝でしたね、すいません秘宝、なんかごめんなさいって、まあ、でもそうですね、ショールームがきっかけでやっぱり好きになっていただきたし、私もショールームがあったから多分この自分のね、ここ昨日もね言ったんですけど、心の内が開けたので、はい、ありがとうございます。あ、ショールームで握手会待ってますねって言ったから、握手会待ってますね
ありがとうございます。あ、そうですよね、公演がなかなか、そっかそっかそっか、ショールームが大事、ありがとうございます。確かにショールームやっぱ今の時代だとさ、もうさ携帯一つアプリ取ってさ、そしたらもうどこでも見れるじゃないですかね。だから嬉しい、ありがとうございます。外でもね、そうお家の中でも見れるからさ、で寝る前の時間とかでもね、ありがとうございます。はい、中身で好きになった人が多いってこと、あ、そういうこと？こんな子だったんだってなりました。嬉しい。あ、そういうこと？ちょっと待って、もう一回言っていい？中身で好きになってくれたってこと？そういうこと？間違いなく、嬉しい、やだ、お風呂でも見るね。嬉しい、やだ嬉しい、嬉しいな。そしたらさ、なんか、なんだろう、なんていうかな、なんか、そしたらあれかな、嫌いなんない嬉しい、めちゃめちゃ分かりやすくニヤニヤしちゃった、すいません。そう？そう？嬉しい、ありがとうございますね、ありがとうございます。嫌いなんない？じゃあってことは、よかった。じゃあこれからもどん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 中身を出していきますね。中身大好きです大丈夫？大丈夫？南に怒られない？大丈夫ですか？ショールームの人間性ですけど、ありがとうございます。両方好きってことですね。あー、やだー、みんなすごい、なんか褒めるとき褒めるって、けなすときけなすよねすごいけなすときけなすけどさ、なんかあれだよね、褒めるときめちゃめちゃみんなさ極端よね。ほんと褒めるときはさ、ずらーっと褒め言葉がさ並んでてさ、けなすときけなすコメントが流れてさありがとうございます。みんな結局は行き着くとこがそこでしょう。本当に嬉しい、ありがとうございますありがとうございますちょっと待って、この流れで好みの男性はって何ちょっと待ってちょっと待って、今急にびっくりしちゃった。このさ流れで急に好みの男性はって、ありがとうございます。今日アメとムチが上手ですね。ね、上手だね、本当にありがとうございます。けなすのも愛、けなすのも愛、ツンデレだらけなの。確かにツンデレ、ツンデレっていうか、なんか多分空気をすごい読んでくれるんだよね。ね、この流れってさ、なんかこういう風にコメントした方がいいのかなとか、こういう風にこういう言葉を伝わるかなみたいな、言葉をいろいろ考えててさ、考えてくれて、ね、コメントしてくれてるから空気を読んでくれるよね。ありがとうございます。握手会で強く手を握ってくれてからハマってます。あら、恥ずかしい、やだ今日なんかちょっと おばちゃんみたいになっちゃってる。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいね。僕は褒めたことしかないよ、ありがとうございますありがとうございます、ありがとう。嬉しいわ、すごい対応力ね、すごいですね。わかる、なんか褒める配信になっちゃった、なんかごめんなさい確かに信頼関係があると、そうだよね、信頼関係もあるからこそだし、なんかその自分の扱い方も分かってくれてるからこそさ、こうやってね、ありがとうございます、嬉しい。すごいね、ここは褒めるターンとかね、決まってる、ここはドロー、けなすターンって遊戯王みたいにみんなこうね、華麗にやってるんだろうなって思いますありがとうございます。本当はイベントに、そうですね、イベントがあったらね、やりたいね、本当に、うん、やりたいですね。そうドローとかすいません、すごい皆さんのそうあれを例えちゃった、分かりやすい、よかった、今すごい例えしちゃった。うん、嬉しいです、ありがとうございます。この年でお兄さん言われて嬉しいいや、お兄さんですよ、本当にお兄さんですよ、本当に本当に。全然なんか自分のことさ、なんか私がね、自分のことをおばさんとか言っちゃってるから、なんかさ、説得力は全くないんですけども、全然本当にお兄さんです。はい、全然ね、サントピアもね、サントピアさんもね、そうね、やりたいですね、早くね、やりたいですね、うん、なりたいです。新潟は暑いですか？新潟は暑いです、新潟もね、暑いですよ。冬寒いんですけど、夏はね、すごい暑いんですよ。はいはいってはいって、前世は何でしたか？あ、前世は誰ですか？私、前世、私は前世は猟犬です猟犬です。何歳になってもお兄さんですよ、私からしたらお兄さんです。はい、それ本当に、それ本当、それ暑くて寒い、そうなんだよね、すごいね、カラッとしたお天気ですよね。うん、なのでそうね、マリちゃんが妹だったら、マリちゃんが妹だったらめんどくさいです。はい
めんどくさいですね私。てかうるさいと思う、うるさいんですよね。そうなんです、うるさいで、クールに見えて中身は熱いのよね。え、クールに見える？嘘、優しいな優しいな。え、嘘、クールに見える？おね、クールに見える？やっぱ言われると思ったの、喋らなければだって絶対言われると思ったから今黙ったよ。今先に黙った、先に先手を打った私は待って、私は先手打った、私は先に先手打ったからね。どうしたのじゃない、どうしたねえ、クールってね違うって、そう喋れなければってね、喋る、めっちゃクール、本当にクールってなんだろうって感じなんだけど、頭良さそうってこと、そう合ってる合ってる、あ、やると思った、あ、読まれてたか。ところで、みはちゃんはショートカットになって、あれ、ショートカットになったの、あれさ、あれ、え、本当にショートカットになったのか、なんか、こうやってたやつかな、こうやってやってたやつかな、みはる。面白い虹ガスさんが好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、わちゃごなの MV とかクールだと思った。あら、やだー、恥ずかしい。あ、握手会行くまではそう思ってた、嘘、内面、外見、声、話し方、どれも大好き、ありがとうすごい褒めてくれてありがとうございます。今日の誕生日で18歳になりました、あ、おめでとうございます。素敵な1年になりますように。あ、そう、ミハがミハちゃんじゃない、あのノエピー、そう、ノエピーね、ロング似合ってた、かわいい。コメント打ってると話題が変わってるごめんね、いっぱいごめんね、そう、いっぱいすいません。ノエピーかわいかったね、え、ありがとうございます。あ、そうだよね、まとめたやつだよね、そうだよね、みはちゃん、ありがとうございます。やっぱじゃあ喋らなければいいのかな、でもやっぱ無理なんだよな、私に喋、私がね喋らないってことは私がもう死んじゃうってことだから私が喋らなかったら死んじゃうんで喋らせてください喋らせていい、喋らせてお願いって生きる生きる、喋りますね、はい、困るので喋ってください、喋ります、喋ります、はい、ありがとうございます。マリちゃんの喋りが魅力の一つ、ありがとうございます、ありがとうございます。喋りましょう、どうぞさんまさんと一緒、そう、さんまさんと一緒です、はい、そう、なんか一緒です、一緒です、行きます、ありがとうございます、たくさん喋ります。でもやっぱでもこういう部分を見なってる出したからこそ多分好きになっていただけたと思うのでね、こういう部分、こういう私のなんかこの、わかりますか、伝わりますか、この自分の内を見せてから好きになっていただけたから私は存在するので存在するって飾らない感じ、なんかね飾れなかったんだよね飾れなかったの、なんかお姉さんだからっていうのとか、なんかさ、なんか清き美しく、なんだろう、魅力、なんか分かんないけどなんか美しくっていう言葉が似合わないんだけど、なんかね、これなんですよね、私が、はい飾れなかった、うん、飾ろうと思ったら、壁にね、こう、絵を飾ろうと思ったらすぐ落ちた感じわかる？すぐ落ちちゃった感じ、ゴンってそう、感じかなって感じ、そう、それが私にぴったり、そう、それですかね、はい、だから多分これはずっとこんな感じなので、はいそう、そんな感じする、本当そんな感じする、だから多分イメージでこう好きになってくださった方とかもう本当に何かめちゃめちゃこう壊しちゃってるんだけど、なんかこんな感じでよければ好きでいてくださいよかったらいてください、うん、嬉しいなあ、よかった、あ、無理しちゃダメ、ありがとうございますありがとうございます、ありのまま、最初はよそ行きの人、そうだよね、なんか最初なんかね本当になんかどういう風にしよう、どう、なんかなんだろうな、やっぱアイドルってこうなのかなっていうところはあったんだけど、なんかねやっぱりその
なんていうんだろうか、いっぱいいるからこそだと思うんですよね。私なんか急にまた語りちゃうんだけど、なんかいっぱいアイドルがいるからこそ、なんかこんな私もいてもいいのかなって、物静かなお姉さんだと思うんですよね。すいません、本当もう物うるさいんですよ。だからそうかなと思って、うん、どうかなどうかな、どうかなどうですかね、はい、どうかな。あ、物うるさいって言わない、逆、物静かって言われたから物うるさいで返しちゃった。いっぱい、そういっぱいアイドルがいるからこそなんか行こうかなと思って、はい、うるさいのも本当魅力をいっぱいだから自信持って、ありがとうございます。行ってみようと思った時は全然情報な、あ、本当ない状態で行った、ありがとうございます本当に。あと国語が苦手、そうなんですよ、国語できないんですよ。一番教科で国語苦手かも。あ、そんなことないな。どうかなって言われると前メロしか出てこない。なんだっけ、どうかにゃ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 ってやつだよねあの、これは TikTok のやつです、はい、すいませんよかったら見てみてください。あれあるよね、あるよね。そう、漢字、そう、漢字がね、漢字が、そう、嫌い漢字が嫌いじゃない、漢字が読めなかったんだけど、あ、分からないあの、よかったらあの見てみてください、 TikTok のやつ。あの、前メロ TikTok で出てくるかな、多分、あれかな、かえりちゃんがやってたかな、かえりちゃんがやってた、そう、くらみちゃんってやつ、そう、やってましたね。ぜひぜひ見てみてくださいかえりちゃんの、あの TikTok 見てくれたらわかります、はい。あ、でも漢字ドリルは本当にリアルで届いた、リアルで、あ、村長、あ、村長、あ、村長もやってた、そう、ぜひぜひ、そうね、本当に、でも、なんだっけ、漢字ドリルはね、本当に届いたんですよありがとうございます、送ってくださった皆さん、ありがとうございます。はい、なので、そう、ちょっとね、こんな私ですけど、よかったら、あのね、あの、普段は、あの、夜のね、あの、土曜日じゃない、いきなり土曜日って、その1日おきでショールームやってて、今日はそう、お盆休み最終日ということで、ね、昨日と今日と2日連続やらせていただいたんですけども、はい、なので、ぜひぜひぜひ、あの、よかったら、いつもは、あの、その、なんていうの、平日は22時16分、なんで22時16分なのって言われるとあれなんですけど、私のお誕生日っていうことでいつもやってるんですけど、今日もね16分になっちゃって、なんか15時スタートにしようかなと思ったんだけど、そう、16分ってずっと16分にやってきたから16分から始めちゃってはい、なので、はい、お盆休み最終日ということでね、そうやらせていただきました、ありがとうございます。ちょっと全然時間見てなくて、なナウでね、時間流してくださる方もいらっしゃって、ありがとうございます。4時4分だった、はい、最高のお盆になりました。こだわりですね、なんかね、そう、16分になっちゃって、そうなんですよね、はい。はじめまして、ありがとうございます。あ、お盆休みはありませんでした、お疲れ様です、ね、お仕事お疲れ様です、うん、ありがとうございます。明日からのお仕事、あ、会社が不安です、ファイトだよファイトだよ。16分、あ、これすごい嬉しい、16分頃に通知が来ると語れんかなって想像つく、え、やだ嬉しい、え、ごめん、よかった、16分にこだわって生きてこだわりいいと思う、本当に、あ、嬉しい、やだやだ嬉しい、ありがとうございます。あ、1週間お休みだったんですね。あ、じゃあまた明日から頑張ってくださいね。16分1016って見ると嬉しい、ありがとう、嬉しい、やだいっこさん寝ちゃった、で、背負い投げって言いたくなっちゃうね、嬉しい、ありがとうございます。こだわり大事、嬉しい、星になってる、やだ嬉しい嬉しいです。明日まで休みなんですね、よかったよ。あ、いやー、そっかそっか、1016が反応しちゃう、嬉しい、そうなんです、今日ね1616までなんですよね、はい、ありがとうございますお姉が出ちゃった、ありがとうございます。あ、こんにちは、あ、初見って言ってて、ありがとうございます、こんにちは、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。なので、そう、16分に、じゃあこれからもちょっと中途半端な時間だとは思うんですけど、16分にこだわってやりたいと思います。連休最後に推しを見れる幸せ、ありがとうございます、嬉しい。明日から仕事、泣いた待って
すいません泣いたって言っちゃった。ありがとうございます、嬉しい、よかった。16層なんですよ。なので16をこだわってやりたいと思う。あんま被らないから、あ確かに16分に配信するってないよね。確かにさ、やっぱ区切りがいいっていうか、その 何時00分から始めますっていうのはあるけど、確かに16分ってなるとあれだよね。ありがとうございます、嬉しい。仕事中になると16分、あ10時16分ありがとう言っちゃうんだね。明日本当にお仕事ピエン通り越してパン、頑張ってね明日からね、頑張ってください。本当にね、頑張ってしか言えない自分がちょっとあれなんですけども、今日もテンション高くて何よりよかった。なんか夜と全然変わらなかったよねテンションね。なんかお昼間だからさ、どうやって配信しようかなって悩んでたんだけど、そう悩んでお母さんに3分前に電話したぐらいなんだけど、お母さん電話出てくれなくて3分前に電話したんですよ、13分に。そうお母さんどうしようと思って、お母さんにあの助けを求める電話をしたんですよ。どうしようかな、どうやって どのように配信しようかなって悩んで電話したんです。そしたら電話出てくれなくて、お母さんなのでいつも通りに私は配信しました。ちょごめん、 M 字バンクになっちゃった直前すぎるかどうしよう、どんな感じがいいかなって電話相談しようと思ったんだけど、はい、ちょっとギリギリしすぎて、ギリギリだったね。ありがとうございます、嬉しいです。よし、なのでね、私ちょっとこんな配信でね、本当にあのフリートークをしてることがきっと多いと思うんですよ私フリートーク、待って、うんに点々、ってことかな。3分前なら悩んでないでしょいや悩んでたんですよ。なんかそのやっぱりさ、一番はそのコメント読んでくれるのが嬉しいっていうことがね、あの一番私をいただく意見で多いんですよ。昨日とかもメールの返信とかでもそのコメント読んでくれたりとか、そのなんかこう語る配信が好きとか言ってくださったりとかしてて、そう本当にだからそうどうしようかなって思ってたんだけど、めちゃめちゃフリートークで、はい、ちょっと直前で不安だったの。そうこれ今日もこんな感じでいいのかなって悩んでたんだけどね。ありがとうございます、よかった、嬉しい、ありがとうフリートークでね、でも本当に皆さんのフリートークだけど本当にコメントありきで私はこのショールームが成り立ってるので、難しく考えなくてもいいよ。なんだろうね、まあ、そのさ、この間も言ったんだけどさ、自由だとなんかある意味選択肢がいっぱいありすぎて本当に不自由な部分もあるから、なんて言うんだろう、なんか悩んじゃうんだよね、永遠に悩んじゃうんだけど、なんか次の配信どうしようかなとか、なんか どういう風に話していこうかなとか、あとなんかお母さんにね、なんかすごい待ってちょっと待って、急に闇出しちゃうんだけど、なんかお母さんに今日の配信どうだったって、今日の配信面白かったとか聞いちゃうの私実は実はね私聞いちゃうの、毎回聞いちゃう。なんか反省会とは違うんだけど、なんか率直に感想を聞きたくて、なんか今日の配信面白かったとかって聞いちゃうからそう、なんかこんなさ、なんかさショールームではさ、なんかさ、なんかすごいね、IKKO さんとか出たりとかさ、なんだろうな、ね、ふざけたことばっかしてるけど、意外とこう裏ではいろいろなんかちょっと考えたりしてるっていうところをしていただけたら嬉しいです、嬉しいです。そうなんかね、意外とそう考えてて、でダメ出しっていうダメ出しはしなくて、お母さんは次こうしてみたらとか、なんかああしてみたらっていうのがあって、そうだからそのね、なんかその母上のね意見を聞いてるんですよね。母の意見は貴重よね。そうですね、なんかいろいろ言ってくれるからこそ、本当に何でも話せるからこそなんですよね。すいません、めっちゃ恥ずかしい。あ、そう、盛り上がりあった、あ、そう盛り上がりあったとか聞いちゃう。あ、待って、あとか、そう聞いちゃうの、え、やだそう、もうそう聞いちゃう、恥ずかしい、やだ。そうなんですよ、実はねちょっといろいろ考えてるところもあったりしてて、こんななんかフリートークでさ、なんだろうな、話をしてるつもりだけど、今日はなんか自分的にはなんかうまく話せなかったなっていう日もとかもあって
ったりしてて、だからね、そうすいません、いやなんかね、自分的にはなんかこうちょっとあれだったかなって、もうちょっとこういう風に話広げられたかなとかっていうこととかもすごい考えたりするのね。そう実はね、すいません、なんかこうおねえとかいっぱい出ちゃってね、なんかやだとか今日すごいいっぱい言ってたんだけど、でもなんかそうすごい自分でこういう風に考えたりとかしてて、はい、あ、田植えに戻ります。あ、頑張ってね急に田植え頑張って、熱中症なのよね。そう自分目線だ、そう自分目線だとめちゃくちゃそう不安なところとかもあったりしてて、だからね本当にどうなのかなっていうのとかって思って、いつも盛り上がって本当に本当になんかでもどうなのかなっていうところがあるので、でも本当にこういう風に皆さんがね、こういう風にそう言ってくださって出て嬉しいです、ありがとうございます。あでもすごい振り返るの好きなんですよね。なんていうの、なんか今が一番楽しいとかそういう振り返るとかじゃなくて、過去を振り返るとかじゃなくて、やったことに対して振り返ることはすごい好きなタイプでそう公演もね、そう見たりとかしたりとかしたりとか、あとそうだね、ショールームのその話をしたりとかっていうこととかはすごい好きです。はい、なんだかわかる、不真面目なのか真面目なのかわからなくなってきたすいません、はい、すいません。いやなんか意外とね、意外とこう見えてなんかいろいろ考えてるんだなっていうことを、あの頭の片隅にあの置いといてくださったら嬉しいです。真面目な話でも必ず笑いがあるので好きです。あ本当ありがとうございます。そう恥ずかしいよね、なんかでもこれもまあそのショールームだから話せることだし、なんかね、本当はねこういう部分とかこういう風になんかどうかなって聞いてるところとかもなんか言わない方がいいんだろうけど、なんか言っちゃったよね言っちゃったよね、すいません、はい、ありがとうございます。いや本当に恥ずかしいそうすいません、やだ、あ、もう読んでるわから、本当本当に嬉しい、ありがとうございます。そういうマリナちゃんが好きですから、ありがとうございます真剣さが伝わる待って恥ずかしい、ありがとうございます。今日もショールーム終わったらお店に多分電話すると思います。電話すりますね。あ、こう見えてってそう見えてる、本当にそう見えてる、何でもネタに力変える力できてる、いつも話題を振り幅にすごくて楽しいです。本当ありがとうございます。これからも伸び伸びとやってくださいありがとうございます。そんなに考えて配信してくれてるのね、ありがとうございます。いやなんかやっぱりせっかく皆さんがさ、そのお昼寝の時間とかも削って見に来てくださってるからこそ、本当皆さんのコメントは常に私ここも見てるんですけど、はい、ありがとうございます。本当に楽しい、本当にありがとう。一ついろいろ気になったり考えたりするところがいいところの一つで、でもそれに結構とらわれすぎちゃってなんかこう重くこう捉えちゃったりとかする時とかあるから、なんだろうな、まあ長所でもあるのかもしれないけど短所でもあるかな、うん、すいません、本当にありがとうございます。今日は本当になんかいろんな部分を見せてしまいました。気づけばあと2分であの1時間になってしまうんですけど、どうしようかな、今日のハッシュタグなんだろう、ごめんね前髪いじります。なんだろうな、今日のハッシュタグ何かな、何が何の話、なんかねいっぱいなんか話してるからこそちょっと待ってね、何の話したっけ、生誕生日の話もしたし、何だろうな、あ、物うるさいでいいかな物静かっていうコメントに対して物うるさいって言ったら、あの物さいうるさいって言ったら、あの物うるさいっていう言葉ないよって言われたので、はい、全部あの物うるさいでお願いしますハッシュタグ全部物うるさい、全部じゃない全部じゃない、物うるさい、あのひらがなでお願いします。はい、ありがとうございます。すいません、本当に今日もねお昼寝の時間だったりとか、あの貴重なお休みに見てくださって本当に本当にありがとうございます。皆さんのねコメントは全部見てるので、騒がしいかな本当は騒がしいって言いたかったんだけど、そう物うるさいって言っちゃった。はい、楽しかったです、ありがとうございます。明日から頑張ります。本当に楽しい時間をありがとうございました。こちらこそ昼間から久しぶりに全部配信見れた、あっありがとう。スクショね、どうしようかな、なんか昼間っぽい昼間っぽいって言ったらなんかあれだけど、ちょっと前髪直すね。いつもね、いつもこうなっちゃうの私、全部ね、ちょっと後で前髪切ろうと思います。はい、昼間
ごめんなさい、まあ、はい、切れば。今日、一個さんの下が、はい。あ、全然同じコメント、全然大丈夫だよ。ありがとうございます。撮れました？はい。ということで、ありがとうございます。今日向いていただき、あ、動かない、はい。あ、明後日配信します。明後日は、火曜日の22時16分から配信します。動いちゃう、はい。ということで、今日も、あ、これね、IKKO さんのポーズで、はい、配信ありがとう。こちらこそ貴重な休みに見に来てくださって本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。それではまた、よかったら明後日はね、夜に配信してしまうんですけども、よかったら22時16分にお会いできるのを楽しみにしてます。よかったら、先ほどのもね、フォローの話をさせていただいたんですけど、よかったら16分頃になったらね、通知が届くようになってるので、はい、ありがとうございます。ありがとう。今日も大変楽しかった。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。またね。ありがとうございます。楽しかったよね。なんかこんなさ、すごい、私さ、ショールームの後に本当にね、灰になるんですよね。そう、なんかいっぱい喋ってるからこそさ、なんかこうやってさ、なんか一人、本当にもう、なんていうの、このみんなといる時間がさ、そう、終わっちゃうから、ポチッと押すと、もう本当に灰になるのね。そう、本当に廃人になっちゃうんですよね。ありがとうございます。はい、ということで、本当に見に来てくださってありがとうございました。それではまた、6176人の皆様、たくさんのコメントアイテムありがとうございます。明日の上場体操燃え尽きちゃうのそれで、そのテンションで今日どうだったって電話するの。すいません、ありがとうございます。それではまた、ありがとう。明後日に明かれてしまわない、ありがとうございます。それではまた、バイバイ。